フライン。フラインは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡の町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。この町は1188年に初めて記録され、1385年からは、近隣のハイルブロンに属し、1802年から独立した自治体となった。フラインは、ハイルブロン郡の南部、 ハイルブロン市のすぐ南に境を接している。町域はおむね大バッハ川の源流及び流域を包含する。この川は町の東部の海抜300メートル付近に湧き出し、海抜200メートルの町まで流れ下った後、北西方面へ流れ去っていく。隣接するゾントハイムでネッカー川に合流する直前のショーツァハ川に流れ込む。町の東部の斜面は、 ブドウ畑に利用されるか森である。ネッカー川に至る西部の平地は、牧草地や高地として利用されている。フラインは、もともとは、ダイネンバッハ川の南側にある、キルヒベルク周辺に成り立た集落であったが、近年の住宅化、産業化によって、北西方面、産業地域や、ダイネンバッハ川を越えた北側、ゾンマー平住宅地へと拡張していった。フラインに隣接する、 市町村は、北西から時計回りに、ハイルブロン、軍独立市、ウンターグルッペンバッハ、タールハイム、共にハイルブロン軍である。フラインは、タールハイムと共に、フラインに本部を置く、自治体行政連合、フラインイコールタールハイムを形成する。フラインは、フライン地区のみからなり、行政上の地区や、地理的な集落は存在しない。フラインの町域には、 新石器時代の戦隊分土器文化時代からすでに入植が行われていた。出土品はケルト時代やローマ時代のものが主である。現在の定住地がアラマン人由来であるかフランク人由来であるかは判明していない。この町はフリーナとして1188年に初めて文書に記録された。おそらく古田かドイツ語のフリンズ、小石、または中高ドイツ語のブリンズ。 堅い石に由来する、この名前は、キルヒベルクの岩山を示しており、古代の町はこの山の周りに築かれた。フラインの領主に関する手がかりはない。一貫した領主はおらず、もともと王領だった、この地は、別々の家臣に細かく分割して授けられた。シュタウフェン家、リムプルク根ジ自ウ家、バインソベルク家、タールハイム家などである。これに加えて13世紀末からは、 シェーンタール修道院及びリヒテンシュテルン修道院も両主に名をねた。1230年頃、ファイツ教会はシュタウフェン家の家人であるビルヘルム・フォン・ビンプフェンにより新しく創設されたビンプフェン病院に寄贈された。13世紀にクロスター・ベルクにクララ女子修道院が設立された。この女子修道院は1289年に初めて文献に記録されているが、 早くも1302年には、ハイルブロンに移転した。14世紀には、近隣のシテッテンフェルト城によった、シュトルムフェーダー家が最有力の領主となっていたが、1385年5月25日に、この貴族家は、フラインに対する領主権を、ハイルブロンに売却し、町の大官職は、180年間ほとんど途切れることなく、ハイルブロンの貴族エラー家が担当した。 1559年から大官職は、ハイルブロン市長の管轄となった。時代の中で、フラインは何度も、破壊や戦争に遭遇した。1450年のハイルブロン包囲の際には、地方諸行によって焼き払われた。ドイツ農民戦争では、1525年4月に、周辺地域の約70人の農民たちが、フラインの農民指導者へ、クラインロールバッハの下に、 参集し、十二カ条の指示を抗原し、ヘレン・ハウフェンを結成した。三十年戦争では、ドイツのほぼ全域がそうであったように、フラインも甚大な被害を受けた。この町は、教会と数軒の家だけを残して破壊され、高地やドウ畑は荒れ果てた。さらにはペストをはじめとする感染症に何度も襲われた。1675年から1693年まで。 フライン及びその周辺では何度もフランス軍の出兵があった。18世紀には戦闘こそなかったものの、この町は軍勢の進軍の通り道となり、またその宿営地となった。1802年にハイルブロンは帝国自由都市の地位を創出し、フラインは他のハイルブロン支配下にあった3つの町、ベッキンゲン、フランケンバッハ、ネッカーガルダッハと共に、 ビュルテンベルク公領を編入された。十分の一税徴税区に基づき、ビンプフェン精霊病院のそれは、バイエルン王家のものとなり、ベッカース将軍に霊園として与えられた。一方、リヒテンシテルン修道院及び、クララ女子修道院のそれは、ビュルテンベルクのものとなったのである。1815年4月14日の大火後、被害を受けた十軒の家屋が近くのハイゲルン山の 未完の館の石材を使って再建された。1822年、町の自治が認められた。19世紀の貧困は、この純粋な農業の町にも影響を及ぼし、1839年から1894年までの間に114組の個人や家族が移住して行った。その後の工業化の過程で、特にハイルブローンやゾントハイムの企業が何百人もの、 フライン住民に職場を提供した。1917年にアドルフ・バイスベンガーが町長に選ばれ、1945年までこの職にあった。1920年には340人のフライン住民がゾントハイムあるいはハイルブロンの会社に勤めていた。1933年のそれは255人であった。1935年から大年マホハ側の北側の 丘陵地にゾンマーヘイへ住宅地が造成され、やがてその面積は、旧外区よりも広くなっていた。1930年の帝国議会選挙での NSTP の得票率は1.6%で、あったが、1932年には22.3%、1933年には34.2%にまで、なっていた。ナチスによる権力掌握後、 1933年11月12日に行われた選挙では、1126人のフライン、住民、有権者の99%が選挙に参加し、NSTP に投票した。11人の危険者は、オーバーアムとハイルブロンに報告された。交渉によれば、1932年第1回下司祭で、ナチスの演説が行われる予定であった。 1933年3月24日、町長は NSTP の町支部の創設を宣言した。3月29日には、フラインの役人と職員のナチス政権に対する中正宣言がなされた。これにより、第一副町長であったミュラー議員が辞任した。第一次統制法に基づく議会の解散後、1933年4月26日に NSTP4 議席、 SPD3 議席、WBWB1 議席からなる、はずの新しい議会の発足についての交渉が持たれた。しかし、突撃逮捕助警察隊による、ハイルブロン市議会の SPD 議員逮捕により、フラインの SPD はその候補者名簿を取り下げた。こうして4月28日に、NSTP6 議席、WBWB2 議席からなる新しい議会が、発足した。 1933年5月1日以来、フラインの行政職員、教師、牧師が NSTP に一斉に入党した。1935年には、NSTP の管区指導者、リハルト・ドラウツによって6名の町議会議員と2名の副町長、8人とも NSTP 党員が新たに任命された。フラインの町の入り口には、ユダヤ人を拒絶する看板も建てられた。 確かに、フラインでは反ユダヤ主義の暴力行為はなかったが、もともとユダヤ人が住んでいなかったのである。1940年から41年にタールハイムのユダヤ人組織に属す男性が、フラインからハイゲルン山を越える道路を建設する強制労働に従事させられた。フラインは1 9 4四年十二月四日のハイルブロン空襲の巻き添えにならなかったものの、この事件は、 フラインの人々にも共通の深い傷を負わせた。突然、新聞が読めるほど明るくなった。1945年1月20日のハイルブロンへの再度の空襲の際には、フラインでも一名の死者があり、建物が一等破壊された。1945年春に気づかれた、フライン近郊のドイツ軍陣地に対する米軍による砲撃により、4月5日から6日に4人の フライン住民が命を落とした。フラインでは4月12日までに戦闘行為によって15人が亡くなっている。4月13日には、ブドウ畑の小屋に逃げ込んでいた5人の東欧からの外国人労働者が亡くなった。同日、米軍により、フラインのドイツ軍砲撃隊は包囲された。この日、フラインでの第二次世界大戦は終結した。 戦争難民や旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから追放された人々が定住したこと、あるいは新しい住宅開発がなされたことにより、1945年以後、この町の人口は急速に増大した。1970年代前半の自治体再編の時代に、この町はハイルブロンへの合併を拒み、 タールハイムと自治体行政連合を発足させることを決めた。1983年から1995年までの間に中心部の近代化整備が行われた。16世紀後半からフラインはほぼ完全にプロテスタントの町であった。フラインには独自のプロテスタント教会組織とタールハイムと共同でのカトリック教会組織フラインイコールタールハイムトリック教区がある。 プロテスタント教会には3400人の信者がおり2つの教区事務所がある。フラインの議会は18議席からなる。議会ではこれに議長を務める主長が加わる。主長選挙は2007年6月24日に行われた。それまでは16年間イールゲン・シュミットが主長の座にあった。1回目の選挙では どの候補者も必要な絶対多数の得票率を得られなかったため、2007年7月15日に2度目の投票が行われた。この選挙で、アレクサンダー・アクリューガーが63.9%の票を獲得し、任期8年の市長に決定した。2007年8月15日から就任している。ズンガラ、青字で、金赤の炎にかけられた金の釜。その中に裸で、 しかし降臨を背に祈る、聖ファイト。街の旗は、木から青である。聖ファイトは、フラインの教会聖人である。フラインで最も古い聖ファイトの受難像は、旧町役場正面の石に刻まれた1604年の、もので、1699年の標石がこれに次ぐ。1865年のオーバーアムとハイルブロンの、記録には、油揺でにされる聖ファイトが、 町の紋章であるとされている。しかし、町の印象に、聖ファイトが現れるのは、1903年以降のことで、ある。宗教改革以後に、聖人像が紋章のデザインになることはないので、紋章の図柄は1500年頃かそれ以前には、決まっており、従ってこの町の紋章は、ハイルブロン群で最も古い章デザインであると言える。フラインでは、 この図柄をファイトイム・ハファル呼んでいる。紋章の色は1938年にビュルテンベルク文書局によって確定された。ところが同年 NSTP のハイルブロン支局から宗教色のない別の紋章にするようにという強い勧告があった。文書局はライオンの頭部とブドウを組み合わせた紋章を提案した。ライオンの頭部はフラインが属していた。 シュタウフェンイコールローテンブルク領を暗示し、ブドウはフラインがブドウ産地であることを示すものであった。しかし、町の指導者らは1939年7月に紋章の新デザインへの変更が急を要するものでないことを知った。このため、古い、つまり現在の紋章を使い続け、1956年に最終的に存続が決定した。その間に、 三本足で支えられていた釜が炎に直接かけられる形に銀の衣をまとっていた聖杯とは裸に変更がなされた。1957年1月11日にビュルテンベルク内務省はこの文章を認可し、同時に旗の色も決定した。同年、地元の芸術家ハンスエップルが現在の最終的な図柄を描いた。 建築の甲の出店、ビュルテンベルクのブドウ産地をたどるビュルテンベルクワイン、街道沿いのフラインは、ブドウ生産で名高い。180ヘクタールのブドウ畑では、リースリング、ムニエ、シュバルツリースリング、サムトロットといった品種が栽培されている。ブドウは主に、フラインイコールタールハイムブドウ生産者組合が、生産、出荷しているが、この他に、個人生産者もいる。 有名なブドウ畑としては、キルヒエンバインベルク、エーゼルスベルク、アルテンベルク、ゾンネンベルクなどがあり、ビュルテンベルク・ウンターラント地方キルヒエンバインベルク、地区に属している。フライン出身のヒルデガルトザイズは、1951年のビュルテンベルクワインの女王に選ばれた。公共交通機関としては、ハイルブロンイコールホーエンロウイコールハルキン、距離交通が運営している。 バス路線があり、フラインと軍内のいくつかの市町村を結び、ハイルブロンのシバスモーにも連絡している。アウトバーン A81 号線は、イルスフェルトとウンターグルッペンバフハのインターチェンジを利用する。最寄りの鉄道駅は、ハイルブロンにある。フラインでの出来事は、日韓紙ハイルブロナシティマの南東部版に掲載される。職業実家学校を併設した基礎家庭。 本家庭学校では約350人が学んでいる2005年現在。この他にルドルフ・シュタイナーのバルドルフ教育思想に基づく養護学校であるヨハネス・シューレアル。フラインの調律図書館は約1万3000点の蔵書、メディアを収蔵している2005年現在。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。